すごい赤いね。大変だねこれ。何なんか知らんけど7万ぐらい、あ、7万っていうの。形式知らなかった、初めて聞いた。今1号車に乗ります。じゃ乗りますよ。あ、新しい、明るいね。硬いけど、ちょっとちっちゃいね。食べれるかね、この狭さで。狭なんだろう、うん、発車した。この電車は満席となっております。座席の移動はご遠慮ください。後ほど車内へ車掌が参ります。ご用がございましたらお近くを通りました際にお知らせください。続いてご紹介いたします。箱根に続く優雅な時を開発コンセプトに開発いたしました7番型 GSE は7両編成となっております。これは終点箱根湯本駅まで最大のお客様をお運びできる両数となっております。また5番型 VSE 台の展望席を設置し、1号車と7号車は阿弥陀を廃止しております。1号車と7号車は阿弥陀を廃止することによって開放感あふれる車内へと完成をいたしました。また2号車から6号車の各車両にラゲージスペースを設置し、増えております外国人旅行客のお客様にも快適にご利用いただけるような設計となっております。また今回小田急としては初めて各座席にコンセントを設置しております。観光客のお客様や通勤のお客様にもご利用いただけるとなっております。また今回座席下に小さいものではありますがスーツケースを置けるスペースを置いているためリクライニングをするためのペダルがございません。座席の向きを変える場合は肘掛け横にございますフックを手前に引いていただけると座席の向きが変わる仕組みとなっております。また座席の向きを変える場合は前後のお客様への配慮をお願いいたします。7番型 GSE は3月17日にデビューしたばかりの新型車両でございます。短い時間ではございますが新型車両をどうぞお楽しみください。箱根17号の動画を始まります。ご注意ください。